はいこんにちは斉藤健介です3月24現在のベルリンではコロナウイルスの感染拡大に伴い様々な制限がかかっています飲食店や多くの施設が原則的に閉鎖されたベルリンの街並みは驚くほどに人が少なくいつもとはまた違った顔を見せていますまあ外出禁止になってるとかそういうわけではなくて 外で新鮮な空気を吸うための運動とか必要な活動のための外出は引き続き認められているので自然車に乗ってベルリンの街を回ってきました今回の動画では僕がこのコロナ騒動で感じたことをベルリンの今の風景も撮ってきたのでそれと合わせて行っていきたいなと思いますこの騒動が起き始めた時に 僕はなぜか昔に見た「幽生からの物体 X」っていう映画を強烈に思い出したのね。まあ1982年のアメリカ映画なんだけどこの映画すごい映画なんだけど2011年にもリメイクされてるけどまあそっちはつまんない。もう1982年のそのフリーホーの映画ね。これ南極にある。 アメリカ南極観測隊基地っていうところが舞台になってるんだけど周りに雪以外何もないの、ね、そういう閉鎖的な空間の中で男だけがまあ12名働いてる。である日離れた場所にあるノルウェーの観測基地から犬が逃げてくる。でその犬を追いかけるように。 ノルウェーの観測隊員がやってきて犬をね殺そうとしてるの。でこの人ずっとノルウェーぐらい何か言ってるんだけどアメリカ観測隊の人たちは彼が何を言ってるかわからないわけ。でなおもこう犬を殺そうとしてるからアメリカ隊のリーダーの人が犬を助けるためにそのノルウェー隊員の人をこう殺してしまうわけ。 でノルウェーの基地で何があったんだって調べるためにまあアメリカ隊員の人がヘリコプターで行くわけでノルウェーの基地についてみたらもう基地は火事でボロボロで中にはもう自殺したノルウェー隊員の人がいてさらに何の生き物かもわからないぐちゃぐちゃな死体があるもうこれは何だって持って帰るわけ。 調べるためにでそんなことやってるときに同時にアメリカ基地の中ではまあ100助けた犬がふらふらあちこちを徘徊してるこう基地の中をこうあっち行ったりこっち行ったりでこのあちこち徘徊してるっていうのがミほなんだけどもうここで始まってたっていうのが今見返すと恐ろしいんだけど。 で夜その犬はアメリカ基地にもともといた何匹かの犬たちと一緒に犬小屋でちごちごちになるんだけど急にねその犬が別の何かに変形するのまあ物体と呼ばれているものに変形していくわけで他の犬たちを襲い始めるのねそれに気づいたアメリカ隊の人たちがやってきて、まあ、火炎放射器でバーッて焼くんだけど もう手遅れで襲われていたアメリカ基地側の犬が何匹か死んじゃうのねそして基地にいるドクターが物体が残して去っていった断崖を解剖すると中からアメリカ基地の犬と同じ形状のものが出てきてその後いろいろ調べていくうちにその物体は目標性別に同化して いつの間にか乗っ取ってなり変わってしまう生き物だってわかるんですねつまり簡単に言うと誰かがその物体に乗っ取られてももう周りにはわからないそして色々な形でその物体は犬の次をアメリカタイにターゲットを定めてくるわけねそれでどうかを仕掛けてきます例えば 先ほどの襲われて死んじゃったアメリカ基地の犬の中にも血液という形でその物体は潜んでいてその死体のそばでたまたま作業していたアメリカ隊員に襲いかかって同化したりちますさっきから同化とっていう言葉を使っているけど別の未知のものが体に入ってしまうという形で言えば 感染とも言えると思うもうねこの時点で基地内の何人かが同化しちゃっててもう誰か同化しててしてないのかわからなくなる怖いのは同化した人の近くにいると自分も月を見て襲われて同化されちゃうわけだから。 もうみんながみんな距離感に気をつけてお互いを見張るようにしてペアで動くようにしたり、まあ、いろいろやるんだけどもうねあいつが怪しいこいつが怪しいってみんなやっぱ疑心暗鬼になってくるの。で変なデマ情報が出たりして集団パニックになっていきまその物体と呼ばれているものは攻撃能力がそんな高いわけでもなく動きも遅いんです。 だけどこの物体の武器は高い感染力と感染してもしばらくは気づかれない潜伏力なのね。分かりにくいのが一番怖い。じわじわ広がっていく感じが一番怖い。コロナ騒動が中国で起きた時ヨーロッパのちむ人たちはどこか遠い場所で起きていることのように感じていたのね。 大変だねとか、そんな感じでニュースを見ていたぐらいで。ところが、気づいた時にはヨーロッパにも広がってきているた大変な状況になっていて、ドイツ政府よりコロナ貿易措置が毎日のようにアップデートされ、人々の行動もガラリと変わり、 街の風景も一変するいつの間にか感染してるかもしれない恐怖気をつけないと疑心暗鬼という暗い穴に入ってくギリギリな感じでも思いやりの心は持ってる感じ迷いバランスの中にいる感じがベルリンの今の空気だと思いますなんとなくね今の状況を見て その映画を思い出しました。まあ気をつけるところは気をつけて、会いたい人に会えない人もいると思う。やりたいことができなくなった人もいる。だけど他の人に対する思いやりだけは知れないように、僕自身もそういうふうに肝に銘じて、そんなふうに感じています。 今日はそんな感じでベルリンからでまた来週